さて、15秒経ちました。生声ラジオでございます。現在は三重県津市青山町、合ってるかな、東青山駅の、駅前にあります。こちら四季の里へやってきました。四季の里、こんなところがあったんですね、というわけでございまして、とりあえずここまではこの切符で、行きました。こっちはまあ行きですね。帰りの切符もございます。今日は12月23日ということで、祝日でございますが、誰もいません。確かに人系を見たことがないですね。この、はい、この公園に。でも、すごく整備されてますね。これ菜の花じゃないんですよね。菜の花か忘れましたが。とにかく本当に四季彩りのある、ものがたくさん咲いております。おっと、そんな時に、普通列車がやってきましたね。ちょっと待ってね。これ視界がちょっとですね、悪いもんですから、もうちょっと明るくしましょう。しかし、踏切はないんですけど、ちゃんとブーブーブーってなるんですね。一人降りてきましたね。まあこんな感じに電車が一応ですね、まあ30分に1本確保されていますね。一応は。はい。割と本数は多いです。まあ逆に特急列車が多いもんですから、あれなんですよね。多分こうやってぐるぐる回ってる間にも特急列車が来るんじゃないですかね。さて、まあせっかく来てるんだから、ちょっと遊ぼうかなと思います。滑りたいか。ちょっと滑ってみようかな。やめとこう。お、でも人がいますね、一応。人がいる気配が見つかりましたね。こっちは何だろう。ハイキングコースでもありますからね。休憩所。なるほど。あと15分ぐらいまだ電車、時間がありますね。よいしょ。あの奥に、風車も見えます。まあ、風車じゃない、風力発電ですけどね。まあ、そこまで歩くのは相当辛いですけど。これはなんだい？ABC 国際環境、造形コンクール90年の先だって。三重県だけど ABC なんですね。あちらにもログハウスがございます。まあ、こちら辺になってくると9000アットとかあったりするんですよね。なんかうんちもコロコロな転がってますね。これ犬のうんちにしては丸いんですよね。ウサギかな。ウサギだと思うんですよ。おそらく昆虫観察ステーション。誰もいないというよりもこの時期も冬だから虫は冬眠の時期なんですけどね。よいしょ。
あ、ハイキングコースに下がってます。まあ、ハイキングは今日はしませんけど。おそらく、空いてるか。しっかりとした建物がございますけど。空いてますね。わはは、なんかいた。まだハエが飛んでる。ハエが飛んでるか、まだ。時期的に。まあいいや。僕、虫嫌いなやつやばい。さあ。よいしょ。じゃあそれまでは本当に何もないところだったんでしょうか。ちょっとレストハウスに入ってみますか。なんか書いてありますよね。よし。よし。ほうほうほう、売店ですか。島風は止まらないんですよね。通過だけです。一応書いてあるんで、新設11時47、11時30分で17時4分にここを通過するですね。はい、風車もあり。でこれ除雪機ですか。結構臭いんですよね。で自販機も割と割合高いですね、注意にしては。あ、で、これ、近鉄が管理してるんですね。ほうほうほう。なるほど。では、一旦ここで切ります。